ダムの立ってる姿勢を知りたい。これだとこれ知りたい。な、足がさ前に出ようと片一方が下がっていようと、どっちでも知りたい。で、動いとっても動いているだけで、な、体が両足の上に乗っとったら、これ自然に対して歩くんだ。これ自然。で、これ突っ込んでいくときは、両足に乗っとる。で、両足に乗ったままで突っ込んでいく。これ自然に対して。これが落ちた。さっきに体が出てこないんだったら、もう自然に対して。これ自然に対して。体が。両足の上に乗っていない。入れれる。こうなったら全体が入れれる。なかなかな。だけど全体だったらこう入れれる。これがこうだったらもう出れないっていう。こうなって出れない。それで自然体。それでまずその自然体をであるかどうかの練習普段よくやってる。はい、まず五代君にやってもらう。追い突き。はい、五代君に移しちゃって、はい、ちゃんと構えて追い突き。大体動いても両足の上に乗っている。ちょっよくやったらいい。よくやってみる。もう一回。はい。はい。それ今のは追い突きや。次逆突きで行ってみる。まあ、これでいい。で、次、これでいい。じゃあ、それも大体だ。今なので、日本的する。大体受けている。実際は日本三本の時期を受けになると思う。で、先生普段言っていたように数が増えるたびごとに斬新連続もある。斬新いうのは次行く体勢で、ちょっと見てよ。はい、構えて。構えたよりもついている時の方が気持ちだけ沈む。気持ちだけ沈んでいる。両足の上に乗っているのは当然やけど、はい。気持ちだけ足幅広くなる。大体できている。で、次、フォークもやってる。フォークも昨日やったことを見たら、はい、はい、気持ちだけ1センチ沈む。
2人とも大体いいけれど、ちょっと十分じゃん。今の基本通り、単純にできる。相手の反撃があるかもわからないし、相手の受けや取り仕があるかもわからないし、タイミングを見て、はい。さあ、それでちょっと難しくなる。はい、ちょっと交代。はい。もっと複雑でいいな。ちょっとゆっくりやるよ。はい、これ、これ先生足の上に乗っていて、はい、これちょっとこれもうるさい、あれもうるさいな。ちょっと今日と今日とこれ押さえながら、これ押さえながら、これ直線でやる、これも出てくるかな。これ出てきたら顔は押さえて攻められるな。で、タイミングもある、タイミングもある。いろんなものがちょっと今さっきの今さっきの相手おれへんし、反撃も防御も何もあり、例えば反撃や防御、その中をくぐってやる。それを入れてもらえた。自分だけやったら、まあ今さっきの基本は自分だけやる。今回相手反撃攻撃防御あるかも、何があるかも。だから僕の線や線やいろいろ出てくる。そんなの含めても、やはり両足の上にと言われてる。あ、先生、どうぞ。すごい！うわっ！吸い込んだよ。で、流れていけよ。な、今は3発。ゆっくりやると、こういった。やっぱり吸い込んだよ。な、これちょっと鮮やかに自由になる。どうしたの？早く行ったら、足の前に、この、これが、いかない。この、下から、この裏の、寺浜まで、すごい痛い。ずっと縦から見たら痛い。ちょっと前に、かかるの。それで、ちょっとこう、続けて、ちょっとその体みたい治療が僕自体が分からない。まあ今言ったようにゆっくりやった。とこういうふうにやっぱり沈んでる状態、ちょっと沈んで、ちょっと足を入れるんですよ。こういうふうに足と足の間に体重が乗ってる。というのは姿勢がまっすぐじゃなくて、ちょっと足を合わせなくなる。その分ね、足が広くなる。広く、ちょっと広く、手を広く、こんなの、おー、これで
少しでいいけれど、それと、次は、放棄。じゃあ、それだけ。防体信頼。じゃあ、キムちゃん、言ってる。防体信頼。防体信頼って、次は、受けない。はい、受けない。バランスが、バランスが、反撃とか、防御はできない。で、プラモこれだけです。両足の上に体が乗っている。これ普段教えてる。両足の上に体が乗る。はい、タンパクライスで終わり。パルパルパル。これ両足の上に乗ったんだ。これやったらいいな。はい。両足の上に自然体で動いて、これちょっと足を上げるか、ちょっと力が出るね。はい、はい、当たってる。これで、これで、それができていなくて、これでついてきたのに、ボールを引っ張って、足が起きる。だから思って、これで止まる。なっ、これで我々が今まで来たら追いつかれて、あの時机が後ろにあったので、机が後ろにあったのであれ以上下がれないので、机が後ろにあってあれ以上机がありまして後ろに下がれないからこういう形を取るしかなかったです、はい、後ろに机があったらちょっとこっちでやったらいいや。その今になって説明したらいいよ。後ろの机があったら机乗せましょうとやる。あるいは机のないとこでやりましょう。そうせんといかんの。後ろに机があったからそんな後で言うたかんで、戦場でやったら後ろに誰かが転がって倒れていたからひっくり返りました。な、後で説明できるかってなる。それで僕はやられました。な、後ろに机があることが分かっとったら、後ろに誰かが転がって下がって危ないことが分かっていたら余計にかい。やられてたら病院に入ってきて切られてから後ろに人がおりまして、分かっとったら何とかせんかいということになる。あた、お前侍やろ、武道分かっとんやろって、後ろに人がおったら下がったひっくり返るの分かったやろって。ねえねえ、りょう。そんな説明はあかん。それで、はい。これも、足がついていなくて、手が高くなった。あ、はい、足が高くついていかん。こんなに。で、また来たらこんなに。だんだん、足が動きしない。特に体重が乗らないこと、バランスが悪いね、下がっているとはい、これでちゃんとどこででも反応、あたか、どこででも反応、ホッコン後ろに机があっても3発3回ぐらい下がって机があってんやろ。まあ、後ろの机がどうやってやったことか、これ机。そうじゃね、下がって下がって机があって、まあ、1本目に反撃して十分見てよ。1本目に反撃したらいかんのか、十分見てよ。1本目の2本目の3本目でもいい。3本目で下がって机がないと1本目に反撃したり。あとか、だからそんな言い訳言うたら、お前、アホやな、言うことになる。3本目で机があったら下がったら、1本目でやったよね、勝負。あとか、
だから、はい、それでも、なんちゅうか、これで終わりな、一本目だって、一本下がれへん。で、今、もう一回言うけど、はい、これが9番2です。これが9番2。はい、これが9番2。沈む。ちょっと足を。な、ほんと。でも、終わり、下へ、後ろへ行くほど、体重が、足の間から外れてきて高くなる。やっと棒出しと昔から棒出しと棒みたいな立ちるのどうですか。棒出しはそれから十分だよ。はい、来た、はい、はい、どうぞ。どこ行ったどこ行ったやな、あれ後ろ下がるのやつではなかったな。十分でいいかな。横行っても構わない。あた、あたそんな見苦しい説明をつけたらいいかと。でも十分じゃない、何してもいいやね。気がさせなかったらな。気がさせなかったら何してもあれ、どっちがさせなくてもよかったんやな。で、あ、マジゆっくりでもいいから、気を抜いて、ゆっくり、力を抜いて、稽古する。早くするのは後からできる。力を入れるのは後からできる。な。あ、これ、はい、五代も言ってる。これ次、五代も早いで、とんでもない。早かったの。できたら俺に思う期待してな。私も早くなる。バカ、バカバカって言うな。ゆっくりしたら、まあ、大体負けんな。ゆっくりして負けん稽古をする。もう答えが早い。バカバカ。負けん稽古をゆっくりする。なんか。向こうを勝手にやっちゃうんだと早くなる。負けになることは全部ゆっくりやっちゃった。一発目に勝負する。ゆっくりでもいいから。一発目で勝つ以外にやる。はい、あ、はい、ほい。一発目で勝つ以外にやる。こうやって二発目出てこないか。出てくる。これ出てこないか。押さえそう。これもこうしたの。ちょっと崩れそう。ゆっくりで、ゴデスも早く3発。ゆっくりで、一発目押さえる稽古する。な、早すのは後でできない。ゆっくりで早くから、スッて、はい、ゆっくりで、ゴデスも早く。ね、出ないように。ゆっくり早く。はい。ね、皆さんもこれ出れんやん。だけど、あの時の僕の姿勢見といて、今3回ゆっくりやってる。体重、足の上に、先生、偉そうに言うけど、あれ、乗っ取ったんかいって後で見といて。な、基本とだいぶ違う足や。体重、両足の間に、乗っ取った。あ、これでだいぶ違う。これだいぶ違う。こっち。な、こっちはも違うの。これ、何なの？今日と違うけど、体重、足の上に乗っている。あと、なんか変なことしても、足の上に乗っている。ゆっくりやってもゴデゴこれゴデゴはやってももし僕ゆっくりやるの練習のうちなんか一発で勝負ね。
姉さんもゆっくりやってくれ。一発の二つを。さあ、はい。これで一発を。これで、どうや、体重持ってるの。ここで、ちょっと塗らなくて。前に持ってしまったな。これ、前に乗ったらバランスがあかんの。なんで、体重の両足の部分。で、どちらか、前に。前に倒れ続けるか。そういうことをで両方自由にやるんですけど、お前は自由やる、俺に言うな、一発的にやる。その時にやっぱり体力自然体だから、これ入る、はい、これも、はい、これ自然体かな、自然体70で、はい、はい、こっちは、はい、自然体かな、自然体中心、そういう傾向性じゃん。また、で、今度目を当てない。ただ、どっちも早い。やっぱり当てないけど、中心、うまいと、自然体と。チャンス。だから、これで、これを押さえて、今これで、あ、そうかな。こういうふうに、自然体で前に出てきた。今、比較的5台を見たら、自然体で下がっていった。今、パッとやりながら見てた。自然体で下がっていった。これやったら負けても自然体やから、またいい。もうちょっと稽古してもっと思うんだ。同じですよ。自然体ですよ。な。ちょっと押さえた。一生自然体ですよ。そういうことを自分でやるんですよ。足払いなんだ。やっぱり片足上げてもこの足払いに向いている時にこの足を上げてこっちに行くと、ここで片足の自然体にちょっと通る、ハローがパッと戻る、ハローがパッと戻る、大きく払いやすいリズムにしようなんてな、そんな感じ。もう自然体だよ。別の自然体に近いの。うん、これがね、すぐに。そして、これも自然体の、ちょっと片足自然体。片足自然体は不自由だから。やりすぎたら、自然体になるな。こんなもんな。このぐらいかかってる。そういうことですな、何て言うか。そうする。痛い。そういうふうにやる。わたか。はい、ちょっと短いのか。2、3分、10分です。いけるか。早くはいかない。まあゆっくり。ゆっくりやったらこう。はい、ゆっくり。はい、それで終わり。